ニコライ・ミハイロビチ、ニコライ・ミハイロビチ、1859年4月26日から1919 19年1月28日は、ロシア帝国の皇族、ロシア大公、ニコライ一世の孫息子の一人で、アレクサンドル三世の重帝。著名な歴史学者であり、特にアレクサンドル一世統治期のロシア史の研究に多大な貢献をした。ニコライの歴史研究は、 ロシア語とフランス語で発表されていた。アカデミー・フランセーズの会員であり、ベルリン大学から歴史学と哲学の名誉博士号を、モスクワ大学から歴史学の名誉博士号をそれぞれ授与されていたほか、さらに、ロシア帝国歴史学協会、ロシア帝国果樹栽培学協会、ロシア地理学協会の会長を務めていた。政治的には自由主義者だったが、後に彼自身の言う、 権威主義的共和主義思考へと変わってった。ロシアの既存の体制内での改革運動を続けていたため、皇族からは変人扱いされていた。また改革派ゆえに、ニコライの業績に対する評価は、国内よりも国外での方が高かった。自由主義者であったニコライは、ニコライ二世紀の皇后、アレクサンドラフヨードロブナに嫌われ、そのため、ニコライ二世紀の治世板期には、 皇帝の信任を失った。ロシアの政情が悪化していく中で、ニコライは皇帝に改革を要求し続け、宮廷革命の議論に参加することまでした。訂正が崩壊すると、ニコライは、ボログダに遊兵された。その後、ボリシェビキ政府に拘束されて、ペトログラードに送られ、ペトロパブルフスク要塞の外で、弟のゲオルギー・ミハイロビチ対抗。 重帝のドミトリー・コンスタンチノビチ大公及びベル・アレクサンドロビチ大公と共に銃殺された。1859年4月26日に、チャールス・コエセローで、ミハイル・ニコラエビチ大公とその妻オリガ・フヨードロブナヒ、バーデン公女、ツェツイリエの間の第一子、長男として生まれた。家族からは、貧乏の愛称で呼ばれていた。1862年、父が、 カフカース副王に任命されたのに伴い、3歳のニコライは家族と一緒にティフリス、現在のトビリシ）に引っ越した。一家は20年以上にわたって認知で暮らしたため、ニコライも少年期と青年期をグルジア地方で過ごした。ニコライはスパルタ式教育を受けた。父ミハイルは軍事に分かり、関心のある人物で、グルジア地方の統治に関してはまるで疎かった。 母オリガは非常にしつけの厳しい母親で家族全体を支配する傾向がある一方でニコライを溺愛していた。ニコライと母との関係は現存する往復書館からも伺われるように近親相関的とも言えるほど固く結びついたものだった。オリガは何かにつけて高いハードルを設ける人だったがニコライは常に母親を満足させる優秀な息子だった。一家の子供たちは 首都の親族たちと接することのない環境で育ったため、ロシア皇帝一族の中では最も進歩的かつ自由主義的な思想を抱くようになった。一家の息子たちは家庭教師によって教育されたが、ニコライは才能ある生徒であり、多くの教師たちを満足させた。幼い頃から美術、文学、建築その他の諸科学に関心を示した。しかし他の皇族男子と同じく、 ニコライもまた軍人となることを望まれていた。1877年のロト戦争ではカフカース級兵部隊の大軍勢を率いて戦った。この従軍体験はニコライのトラウマになり、これ以後は平和主義者になった。父ミハイルが1882年に国家評議会議長に任命されると、一家はサンクトペテルブルクに戻った。ニコライは マリアフードロブナ皇后のこの駅兵部隊に配属された。騎兵部隊では、ニコライはその飾り気のない性格から、フィリップ平等皇のあだ名をつけられた。1879年、20歳になったニコライは、母方のおじである、バーベン大公フリードリヒ一世の宮廷を訪れ、そこで大公の娘で10枚のビクトリアと恋に落ちた。しかし、ロシア正教会は、 教会法で、いとこ同士の結婚を禁止しており、この時も、ニコライの結婚に反対した。それでもニコライは、叔父のアレクサンドル2世に、結婚の許しを求め、ビクトリアと結婚できないならば一生独身で通すと、脅しをかけたが、結局結婚は実現しなかった。ビクトリアは後に、スウェーデンをグスタフ5世と結婚した。ニコライは1880年代になると二度目の、 花嫁探しを始め、今度はパリ博、フィリップの長女、アメリー・ドルレアンとの結婚を望んだ。ところが、ロマノフ家はオルレアン家を軽蔑しており、またカトリック教徒のオルレアン家側もロシア皇族との結婚に際して求められる政教への改修に難色を示したため、この縁談も破断となった。アメリーは後に、ポルトガル王カルロス一世と結婚した。 ニコライはこれ以後二度と結婚を考えることはなかったが、その代わり多くの女性との上司を楽しんで過ごした。皇帝一族は、ニコライには何人かの死生児がいると考えていた。1910年になっても、ニコライは、ナタリア・バリャピンスカや皇爵令状に、熱烈な恋をしていた。ニコライには、軍人としての才能は、全くなく、軍隊生活も嫌いだった。彼は、 学問を好み、父に大学に入れてくれるよう頼み込んだが、父はこれに激しく反対した。父を満足させるためニコライは、参謀幕僚大学に入り、ここで好きな研究に励んだ。この大学でニコライは軍事を学ぶことはなく、長命の研究と歴史研究に膨大な時間を費やした。他の皇族男子のように軍務に就くことを嫌がるように、 なり、公式に軍務から離れた唯一の皇族男子となったカフカースに暮らしていた青年時代からニコライは植物学に興味を持っていた。彼はまた貴重な蝶の標本のコレクションを所有しており、これは後にロシア科学アカデミーに寄贈された。またこのコレクションを寄贈した頃に臨死目に関する考察、ディスクションス、オンザレピダプターと題した十巻に及ぶ。 研究所を出版している。このほか、ニコライが自然科学の分野で特に興味を持っていたのは、果樹学であった。彼はロシア帝国果樹学協会の会長となり、シュナシ・タンジェリン・オレンジを開発した。その後、歴史学にもっと深い関心を寄せるようになった。彼の最初の歴史研究の成果である著書、ドルゴルーコフ・公爵一族。 アレクサンドル一世の協力者は1890年に発表された。この著書は五冠本で18.19世紀のロシアについて叙述していた。またこの本にはエカチェリーナ二世、パーベル一世、アレクサンドル一世の知性において活躍した人物の肖像も載せられていた。後に戦争と革命によって失われることになる宮殿や美術館の所蔵品を ニコライ自ら撮影して本の図版に載せているこの著作はその意味で非常に重要な研究書である。1905年、ニコライは軍務に就かず全ての時間を研究に費やしていたが皇帝ニコライ2世はニコライにロシア提出の古文書館及び図書館を自由に使う許可を与えた。ニコライはまもなくアレクサンドル1世の知性に関する15冊以上の著作を ロシア語とフランス語で発表した。この対著の発表により、ニコライはヨーロッパ中で歴史学者としての名声を得ることになった。ニコライは、アレクサンドル一世が謎の修道僧ヒョードル・クジイミチとなって、余生を送ったという伝説についても考察している。ニコライは、自分個人がこの伝説を信じているかどうかは、言及していないが、研究結果として、ヒョードル・クジイミチの正体が、 アレクサンドル一世であるという主張が真実である可能性は低いと手続けている。その他の主な研究としてはアレクサンドル一世とナポレオン一世が交わした外交文書に関する研究、アレクサンドル一世の側近、パーベルストロガノフ伯爵の電気、そしてアレクサンドル一世とその皇后、エリザベータ・アレクセイエブナの電気的研究などがある。ニコライの歴史研究の著作は 大学勤務の歴史学者やフランス文学者らに称賛されたが、当時のロシア史学の権威バシリー・クルチェフスキーから評価されることはなかった。しかし、ソ連の歴史学者たちからは、ニコライの研究は評価されている。ニコライは、ニコライ一世の下の息子たちに始まるロシア提出の3つの文家出身者の中で、大ソビエト百科事典にその項目が掲載された。 唯一の人物である。彼はいついかなる時でも歴史研究から遠ざかることはなかった。ニコライは主な文通相手だったフランスの歴史家フレデリック・マッソンに未完に終わることになる彼自身の歴史研究についての展望を書き送っている。第一次世界大戦中の1915年、ニコライは七巻本の研究所、 外交関係1808年から1812年、リレーションディプロマティックス1808-1812と、アレクサンドル一世の電気研究のロシア5番、第2版の2巻本を表した。ニコライは研究と新たな歴史的発見に、子供のような熱心さで取り組んでおり、その熱中ぶりは衰えを知らなかった。ニコライは世紀の学校教育を受けていないこともあり、 その最初の歴史研究に関する著作は素人色の強いものだった。最初の著作は議題を中途半端に放り出す部分が多かったが、こうした傾向は時とともに改善されていった。ロシア帝国歴史学協会はニコライに、ロシア人物辞典の数項目を執筆してくれるよう頼み、ニコライはこの仕事に情熱を傾けた。ニコライは、 一般の研究者が閲覧を禁止されている古文書の所蔵品を調べる権限を与えられており、彼自身の研究に資するために国立古文書館からそれらの所蔵品を持ち出す特権まで有していた。彼はサンクトペテルブルクの宮殿と何にも煩わされずに研究に打ち込める田舎のボルジョミの上官の両方に膨大な蔵書を集めて図書館を作っていた。ニコライは その莫大な財産を使って多くの研究助手をや問い入れていたが、これほど恵まれた環境を持つ歴史学者は他にいなかった。ニコライの歴史研究所の最高の助手だった人物は若い頃からニコライの副官を務め、生涯にわたって親友であったコンスタンチン・ブルメルであった。1892年、それまで地理学の分野で、 研究著作を発表したことは一度もなかったにも、かかわらず、ロシア地理学協会の会長に就任した。1909年にはさらに歴史学協会の会長をも兼ねることになった。この時までに、ニコライは最も注目される歴史学者の一人に数えられるようになっていた。ニコライは歴史学協会の事業に真剣に取り組み、戦時中も事業を進めていた。 1916年に歴史学協会の設立記念式典を取り仕切り、また1918年4月に予定される皇帝、アレクサンドル2世、生誕百秋記念式典に関する計画を進め始めた。1914年5月には古文書委員会を設立し、地方の歴史文書の保存、編纂事業を手伝わせるようになった。しかし、 第一次世界大戦の勃発によって事業は中止され、古文書の編纂はソビエト政府による事業開始を待たねばならなくなった。ニコライは絵画や有名人の細密画など歴史上の学術資料を収集していた。また彼はフランスの美術品を収集し、特にジャック・イコール、ルイ・ダビットの作品に非常に関心を持っていた。ニコライはダビットの描いた ナポレオン一世の肖像画の一つを革命が始まるまで所有していた。彼は最初、この作品を宮殿の地下室の壁の中に隠したが、後に秘密裏にこの絵をロシアからフィンランド経由で西ヨーロッパに送った。ニコライはまた美術品展覧会を開くのが好きで、1905年にもタブリーダ宮殿で未発表作品だけを集めた展覧会を開いる。ニコライは、 身長190センチメートルを超える長身で、がっしりした体格をしており、黒い目と短く三角形に切った黒ひげの持ち主だった。若い頃から剥げ始め、晩年には髪型をセットすることも難しかった。また、子供が大好きで一度も結婚はしなかったが、名のニーナ・ゲオルゲーブナによれば何人かの私生児を設けていたという。ニコライは気分で変わり者であり、気難し 皮肉屋でもあった。また鋭いウィットを持ち、ユーモアのセンスも優れていた。彼のいたずらや冗談は家族に好かれていた。彼は自分を自由主義的な見識を持つ社会主義者だと認識していた。自分の考えを頑固に主張して通そうとするニコライの態度は皇帝一族には好まれなかった。彼の政治的信念に対する皇族たちの不満は彼の魅力と ユーモアによって軽減されていた。ニコライのあけっぴろげで寛容な性格が彼を自由主義者とみなす皇族たちの見方をさらに深めてた。ニコライは自分の指揮下にいる兵隊たちを自分と同等とみなし、彼らを友人と呼んでいた。彼は自分が身分によって特別扱いされること、中んづく周りの人間より上とされるのを惜しく思っていた。 兵隊たちは彼を非常に尊敬し、彼を熱烈に支持した。ニコライはまた政治的立場を超えて、知識人たちに歓迎され、長く彼らと議論したり文通したりした。ニコライは、ロシアの歴史と長に対する研究熱が高じて、有名な学者になったが、また、フランスとその政治システムを熱烈に崇拝したことは、ロシア皇族としては異常なことだった。 彼は自由主義者だったが、作家のリフトルストイが自分の祖父ニコライ一世を不正確に批判したパンフレットを発表した時は、この文豪に抗議することを厭わなかった。彼は多くの人々から変人だと思われていたが、アレクサンドル三世の皇后、マリア不要泥ブナを含む多くの皇族たちからご意見番としておもんじられていた。ニコライはかなり広範囲まで旅をした経験を持っていた。 彼はたびたびパリと南フランスを旅し何度目かの旅行の際に仲違いしていた弟ミハイル・ミハイロビッチ大公と妹アナスタシア・ミハロブナ大公女を和解させている。ニコライは大のギャンブル好きでモンテカルロのカジノで莫大な金を吸ったこともある。ニコライは軽率な発言が目立つ人物でロシアの国政に関する情報を会話や宴会の場で 友人たちに話して問題になることも多かった。大のフランコフィル、フランス好きだったニコライは、パリ滞在中に、フランスの敵国であるドイツを敵視する発言をして、ドイツ政府から抗議されたこともあった。この事件のせいで、ニコライは帰国すると、皇帝アレクサンドル三世から数ヶ月ボルジョの田舎の別荘で謹慎するよう言い渡されている。ニコライは、 自分の考えを披露したがある性格であり、古伝家の悲劇が起きた晩に開催された、フランス大使主催の舞踏会に出席しないようニコライ二世に要求した。ニコライは皇帝夫妻に対し、悲惨な大事故によって多くの人命が失われた日の夜に、そんな宴会に出れば、マリー・アントワネットの二の舞になりかねないと言って警告したのである。この警告は後に、 ニコライ2世一家が重殺されるという形で現実のものとなるが皇帝一族は彼を意地悪で口が悪いと見なしていた。ニコライはマリア・パブロブナ大公妃とその家族やいとこのニコライ・ニコライエビィチ大をも激しく批判し皇族内で発言力を保ち続けた。1909年に父ミハイルが死ぬとニコライはロシア帝室内の ミハイル文家の課長となっては巨大な財産を相続した。彼は父の所有していた領地と邸宅をすべて受け継いだ。クルジア地方にあるボルジョミの所領は、ニコライが生活と仕事の場として、最も好んだ場所であった。その他の主な不動産としては、サンクトペテルブルク近郊のミハイルフスコへ、首都のネバ川沿いに立つ巨大な宮殿、ウクライナのグルシェフカに広がる広大な所領などがあった。 ニコライの本邸は、ネバ川沿いの宮殿だったが、この宮殿はあまりに巨大であったため、同居していた弟のセルゲイ・ミハイロビッチ大公が、端から、端まで移動するのに自転車を使うほどだった。首都の宮殿とミハイロフスコへの邸宅では、合わせて400人以上の使用人が働いていた。ニコライは、ニコライ二世とはその交代史時代も、即位後も良い関係を築いていた。しかし、 ニコライは、その自由主義思考のために、ニコライ2世の日、アレクサンドラ不要ブナから敵視されようになった。悲観的な性格だったニコライは、政治情勢をだんだんと心配するようになり、1905年の日露戦争で、ロシアが敗北するとその傾向をさらに強めた。ニコライは、友好的な文通を続けていたレフトルストイにあてた1905年10月1日の、 手紙の中でこう述べている。私は自分が沈黙していることに以前よりひどく苦しんでいます。政府の欠点の一つ一つが私にははっきりと見えているからです。既存の体制を根本的に変更する以外に改善策はありません。しかし私の年老いた父はまだ生きており、父に対する尊敬の念から私の意見や言動によって父の名誉を傷つけることは 絶対に控えねばなりません。第一次世界大戦が始まると、ニコライは戦争に従軍し、以前に有していた名誉職であった最高副官の称号を取り戻した。ニコライはもう長い間軍を指揮しておらず、部隊の指揮権を与えられなかった。その代わり、オーストリアイコール、ハンガリー帝国との前線である南西部の前線に送られた。1914年8月に、 キエフに到着し、その後ロフノ、現在のリュウネに移った。ニコライは、戦線で戦うのではなく、野戦病院を訪問する任務を命じられた。ニコライがロフノに着いてから1914年の8月が終わるまでの数日間に、6000人を超える負傷兵がロフノに運び込まれ、ニコライは負傷者の悲惨な状態に戦立させられる、ことになった。このような大量殺戮の後では、 誰もが社会主義者になるのが道理であると勘いる。単年ンンベルクの戦いで、ロシア軍がドイツ軍に壊滅的な敗北を喫すると、ニコライは次のように予言した。ロシア全軍の惨状は大規模な放棄を引き起こすだろう。そしてそれは、多くの君主制を崩壊させ、国際的社会主義の勝利をもたらすだろう。戦争中、軍事問題に関するニコライの意見は、 1914年から1915年までロシア軍最高司令官を務めていたいとこのニコライ・ニコライヴィチ大公と正反対のものだった。ニコライはこのいとこを幼い頃から嫌っており、また二人は軍事上のキャリアでもライバル関係にあった。ニコライは平和主義者で戦時に大勢を占めていた愛国主義には反対していた。ニコライはニコライヴィチ大公の戦術や戦略、 特にこのエグを犠牲にし、東プロイセンを制圧しようとして、正規軍を疲弊させてしまったことを批判していた。彼は訓練も途中の予備兵と召集兵だけで、ロシアが勝てるわけがないと見抜いていた。ロシア政府の動向を憂慮していたニコライは、ニコライ二世にアレクサンドラ皇后の影響力を除くよう意見し、首相、ボリス・スチュルメルの政治上の誤りを六ページにわたって、 列挙した手紙を送った。ニコライはその後も無能な政府を批判し続けていた。1916年、たまりかねたニコライ二世はニコライに田舎の所領での謹慎を言い渡した。ニコライは、帝政が崩壊するまで首都ペトログラードには戻らなかった。ニコライは、臨時政府についても、ロシアを救う近道にはならないとして、ほとんど信用しなかった。10月革命後、 ニコライはしばらくボリシェビキ政府から何の干渉も受けずに暮らしていた。彼は臨時政府と同様ボリシェビキの天下も長続きしないと考えペトログラードに泊まり続けた。ニコライはフィンランド経由で名のアレクサンドリーヌイフォンメクレンブルクイコールシュベリーンが王妃となっているデンマークに亡命しようかどうか迷ってた。この躊躇が彼にとって命取りになった。 1918年1月、ボリシェビキ政府は、ニコライの住む宮殿を接収した。ニコライは、最初、宮殿内の住居部分の一角に住み続けることを許されたが、やがて宮殿を追い出された。1918年2月、ソビエトの秘密警察チェイカーは、まだペトログラードに住んでいるロマノフ家の人間は、全員申し出るように命令した。 彼らはロシア奥地に送られることが決まっていた。ニコライはボログダに追放されることになった。1918年3月30日、ニコライは自分の料理人と副官で親友のブルメルと一緒にボログダ行きの汽車に乗り込んだ。ブルメルはニコライの反対にもかかわらず、その友をすることを強く主張して同行した。汽車は翌日にボロダに到着し、ニコライとブルメルは 若い夫婦と一緒に2部屋しかない狭い小屋に押し込められた。最初、ニコライは町まで出て行くことを許されていた。弟のゲオルギー・ミハイロビチ大公と重帝のドミトリー・コンスタンチノビチ大公もボログダに流刑にされていたため、3人はお互いよく会うようになった。地域にいる限り行動を許されていることにニコライは満足し、毎日を読書に費やした。 ニコライ二世とその家族が処刑された2日後の1918年7月14日、重装備の車がボログダに到着し、ニコライたちを住居から連れ去った。彼らは逮捕され、より監視のしやすい狭く、壁に囲まれた村に連れて行かれた。ブルメルは、同行を禁じられた。ニコライに割り当てられた部屋は広く、庭を見渡せる窓もあった。ニコライは、 持ってきた折りたたみ式ベッドで眠った。ニコライは監視任務についていた兵士たちから丁寧に扱われていた。フランス政府はアカデミーフランセーズの会員であるニコライの釈放を求めようとしていた。副官のブルメルは何とかニコライを救出しようとしたがうまくいかず、極中のニコライと面会できただけだった。7月20日、ブルメルは遊兵されているニコライたちに ニコライ二世が処刑されたことを知らせた。この事実は、ニコライたちにも、最悪の結末が待っていることを伺わせた。翌7月21日、ボログダに流されていた、ニコライたちは全員、ペトログラードに連れ戻され、チェーカー本部の独房に収監された。ニコライたちは到着してすぐ、ペトログラードチェーカーの議長モも異ウリツキーの尋問を受け、写真を撮られて、 クレスティ監獄に送られた。そして、その後まもなく、スパレルナや監獄に移送された。ここでは、ニコライたちは皆、奥行き213センチメートル、幅91センチメートルの強小な独房に入れられた。彼らに用意されたのは、鉄製のベッドだけであった。ニコライたちは二日に一度、外に出て30分から45分の運動をすることを許された。 ボログダでは許されていた仲間同士での会話は、ここでは当初禁止されていた。監視役の兵士たちは皆、ニコライたちに親切だった。収監された数日後、ニコライたちは刑務所の中庭に一緒に集まることを許され、支給品の下着やタバコを渡された。彼らは午前7時に監視人たちの足音と会場の音で起こされた。昼食は、 魚の骨が何本か入った汚い汁と黒パンであった。独房の明かりは午前7時に点灯されたが、冬が近づくと囚人たちは、その時間まで暗闇の中で過ごした。運動の時間中、彼らは二言三言言葉を交わす機会があった。ニコライの元福官ブルメルは、ニコライを追って、ペトログラードに戻り、スパレルナや監獄を訪問した。 フランス大使館もニコライの安否を気にしていた。ニコライたちの親族の何人かは躍起になって彼らを解放させようとし、ニコライたちに同情的なマクシム・ゴーリキーを通じて、ウラジーミル・レーニンにニコライたちの釈放を頼んだ。ゴーリキーは最終的にレーニンからニコライたちの解放を許可する署名をもらった。ゴーリキーはペトログラードに戻って彼らを解放しようとしたが、 モスクワの駅のプラットフォームで、ロマノフ一族、重殺、という見出しの新聞を拾うことになった。ブルメルは、ロマノフ家の大公たちが暗殺されたという噂を聞きつけたが、ニコライたちは1年前に処刑されたということが分かった、だけだった。パリに亡命した後、ブルメルは、ニコライたちを処刑した、執行理に偶然遭遇し、何が起きたのかを知った。 1919年1月27日から28日にかけての真夜中、スパレルナや監獄の独房で寝ていたニコライと弟ゲオルギー、重帝ドミトリーは監視たちに起こされ、別の監獄に移すので身の回りのものをまとめるよ、命じられた。彼らは最初、モスクワに移送されるのだと考えていた。ニコライはもしかすると解放されるかもしれないと楽観視したが、 ゲオルギーは別の場所に連れて行かれて処刑されるのだと考えた。出発時間になって荷物を置いていくように指図されると彼らは悪い予感に気づき始めた。ニコライたちは外に連れ出され、4人の一般人の囚人と六人の赤軍兵士の乗ったトラックに詰め込まれた。1月28日の午前に1時20分、トラックは出発した。一行は、 マルスの野の近くを流れる川にたどり着き、ここで止まった。運転手が再出発すると、一般人の囚人の一人が逃げ出そうとして、撃ち殺された。トラックは再び走り出し、ペトロパブロフスク要塞に到着した。囚人たちはトラックから荒々しく出され、マイナス20度の極寒の中で、シャツとコートを脱ぐよう命令された。この時までに全員がこれから青切ることを察知し、 ニコライたちは互いに包擁を交わした。別の兵士たちはトラックには乗っていなかった男を連れてきた。ニコライたちは、それが、重廷のパーベルアレクサンドロビッチ大公であることに気づいた。四人の囚人たちは一人、数と兵士に腕を取られ、要塞の堀へと連れて行かれた。四人は先祖たちの眠るペトロパブルフスク大聖堂を通り過ぎた。囚人たちは、 掘割りの前に並ばされたが、その掘割りにはすでに十三人の死体が落ちていた。ニコライはそれまで飼っていた猫を抱いていたが、一人の兵士に猫を渡し、世話をしてくれるよう頼んだ。四人は皆死に望んで勇敢さを見せた。ゲオルギーとドミトリーは死に際して静かに祈っていた。重病人だったパーベルは担架に乗せられたまま、銃殺された。ニコライ、ゲオルギー、 ドミトリーはそれぞれに同時に発射された最初の一発で殺された。一斉射撃のため彼らは掘り割りの中でよろめいていた。4人の遺体はすでにいくつかの死体が置かれていた共同墓地の墓穴の中に一緒に投げ込まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。